はい、いやもうたくさんのお客さん集まっていただきましたけどもね。じゃあ、まゆねさん、このキッズファッションショー、後から来たお客様もいらっしゃいます。どんなイベントかもう一度教えてください。KDC のキッズファッションショーで、全員で33名9店舗のお洋服を着ていただきます。はい、なんとですね、このイエローの中の人気店9店舗の最新の夏のファッションなどに身を包んだ KDC のシアタークラス33名の子どもたちが、このところですね、モデルさんが歩いていくということなんですけども、あゆねさん、シアタークラス今日は何歳ぐらいのお友達が参加するんですか？一番小さいお友達は4歳。4歳のお友達も登場する今回のモデルショー、いやー楽しみになってきましたね。はい、さあそしてですね、会場の皆さんもですね、この夏どんな洋服が人気があるのか、そして子供たちにお似合いなのか、今日はですね、KDC のモデルさんたちが実際ここを歩いて皆さんにですね、いろんなこの情報を紹介してまいります。あゆねさんも今日はこの登場を予定。モデルさん、遊べるということですけどもね、どうですか、今のお気持ちは。緊張してます。はい、たくさんの方集まっていただきましたからね、ぜひ頑張ってくださいね。はい。さあ、では皆さん、まもなくスタートとなります。改めてですね、ちょっと皆さんにお願いなんですけども、必ず青いロープの内側、青いロープの内側でご覧ください。立ち止まってのご観覧はご遠慮いただいております。他の店舗、そして通行のお客様の妨げとなりますので、立ち止まってのご観覧はご遠慮いただいております。だいぶ店内混み合ってきておりますがですね、皆さんどうぞ協力し合って、そして大勢の方に楽しんでいただけますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。じゃあ、皆さん、そろそろ行きましょうか。はい、9店舗、33アイテム、KDC シアタークラスの子供たちが元気いっぱいに披露しています。そして本日ですね、お店の紹介などをしていきますのはですね、ナレーションは沙織さんです。沙織さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして音響はサッカさんです。よろしくお願いします。カメラマンはサクケーブルテレビ、柳沢さんです。よろしくお願いします。さあ、皆さん、サクケーブルテレビでもですね、この映像がニュースで紹介されます。まだ加入してないという方はですね、ぜひこの機会に地元のサクケーブルテレビ、地域に笑顔を届けます。サクケーブルテレビをよろしくお願いいたします。今新規加入大募集中です。横山のみ、いつでも明るく和ませなく、ちょっと大雑把なとこもあるけど、やるとなったら目が覚まれば、そんなみよりちゃんも大人っぽく方でしてみました。柄のカウチョの白の短めトップスをコーディネート、キラキラビーズのオレンジタンクトップに肩をのぞかせてスパイスに、ちょっと大人なエスニックスタイル、このカウチョパンツはリバーシブル、無地でも着用できるおすすめアイテムです。流行りのカウチョパンツをみよりちゃんがうまく着こなしてますね。今の時期にぴったりの涼しい雰囲気。竹内アミュー、笑顔がキュートなアミューちゃんは弟の面倒もよく見てくれるしっかり者のお姉ちゃんです。今日はちょっと背伸びしたコーディネート、 T シャツは女の子らしくピンクでとっても可愛い一枚、涼しげなドットスカートと合わせたら夏のお出かけスタイルの完成。カゴバッグやアクセサリーなどもワンポイントでできますね。白のチュールスカート、私も大好きです。ピンクと白の組み合わせは甘くてキュート、アミューちゃんらしいですね。市村アリュー、笑った顔がお母さんそっくり、小学校の好きな授業を算数で、中で金さんも好きなあゆなちゃん、お花柄の T シャツとデニムのスカートで元気な女の子にコーディネート。これからお外でいっぱい遊べる季節なので、帽子もかぶってさらにおしゃれに、お出かけいっぱいできちゃいますね。いつも元気なあゆなちゃん、すごく似合ってます。特に黄色のお花が散りばめられたのですが、元気さをますます引き立ててくれています。関谷、元気明るい笑顔、トッピングのソフトバレーやスニッシュ、競技カルトなどなど好きなことがたくさん。そんなカリンちゃんらしいイメージを残しつつ、白いふわふわのトップに合わせたネイビーのスカートはお姉さんになってからも使える一枚。カリンちゃんが持っていたサンダルと合わせて夏らしいスタイルの完成です。パワフルなカリンちゃん、今日は一足使っています。ネイビーとスカートで夏らしいスタイルになっていますね。
横山智美、竹内杏奈、市村あゆま、関かりん、今日は素敵なお花を皆さんつけて登場です。ありがとうございました。藤森奈穂、笑った時にできるエコボとキュート、学校で大人気な確認種も大好き、バスケットやダンスなど体を動かすことも得意な奈穂ちゃん、今日は夏らしくカジュアルに、でもミニーちゃんを見て可愛さを減らす、ロングカーディガンで大人っぽく仕上げました。ミニーちゃんの T シャツ可愛い、ディズニー大好きな奈穂ちゃんにぴったりですね。ロングカーディガンと合わせてとってもおしゃれ。阿部り、何事でも笑顔で元気に取り組むりんちゃん、最近は少しずつ見つかり始めたやりたいことに向かって全力で頑張っています。今日は夏らしいお出かけスタイルでまとめました。そんなコーディネートの中にもハットや足元には大人のトレンド要素を取り入れてよりおしゃれに。普段からおしゃれなりんちゃん、薄めの黄色のトップスに白のネクタイで爽やか、よく似合ってますね。倉田ひまわり、友達が好き、家族が好き、何よりダンスが大好き、そんなひまわりちゃんも今日は運動靴を大人っぽいシルバーのサンダルに変え、ランウェイを歩きます。ボーダー T シャツをアクセントとして使用、スカートはかっこかわいいデニムタイプ、そこにつば広のハットを加え、可愛らしさを出しました。いつも明るいひまわりちゃんはちょっと違った雰囲気のコーディネートですね。つば広ハットがポイントで大人っぽく仕上がっています。水野ゆな、好奇心旺盛、何でもチャレンジする頑張り屋さん、コロッと変わる表現が魅力のゆなちゃん、さあ今日はどんな表情を見せてくれるかな。お気に入りの白リュック、これをメインにして大人っぽく見える可愛らしいコーディネート、インナーの T シャツはイエローに、ふんわり揺れるスカートとスポーツサンダル、そしてハットで夏らしく。元気なゆなちゃんらしいお洋服ですね。お花柄のスカート、デニムと合わせて夏を満喫できそうです。2階ライトオンより、藤森奈穂、阿部凛、倉田ひまわり、水野ゆな、素敵なお出かけコーディネートでした。1階グローバルワークで、シンプルで誰でも気軽に入れるお店です。ベーシックスタイル、トレンドを合わせておしゃれに、おしゃれに仕上げ、お詰めやすいお値段を提供しています。みゆきまこと、いつも明るい頑張り屋さん、演技力も抜群なまことちゃん、今日はランウェイで可愛いモデルさんになりきります。裾結びシャツと柄のショートパンツで夏らしく元気いっぱい、シャツはトレンドの袖フリル、ポイントはディズニー柄の赤いカチューシャ、さらに可愛く仕上げました。周りを元気な笑顔にしてくれるまことちゃん、ホワイトとブルーで爽やか、赤いカチューシャ、とっても可愛いです。上原リオ、いつも元気なリオちゃんも今日は頑張ってランウェイを歩きます。ハットがポイント、夏らしくシンプルでガーリーなコーディネートです。 T シャツには C ファインという吸湿速乾に優れた機能がついており、アクティブに動いた後でも一日中さらっと着心地を感じていただけます。ダンス大好きなリオちゃん、チェックのスカートトップスにはレースがついていてとっても可愛い。美濃和沙耶奈、人懐っこくてしっかり者のさゆなちゃん、トレンドのサロペットで元気いっぱい夏コーデ、パーティー色のノースリーブは大人っぽく、そこにゴールドのネックレスは色の相性が抜群、ポイントの三角ネックレスで大人可愛くおしゃれ上級者に仕上げました。大人っぽいけど実はとっても飲みやすく機能的なお洋服だから、たくさん遊
遊びに行けたいそうです。トロンペットがセユナちゃんらしいですね。ハーツと合わせて爽やかになっています。1階グローバルワークよりみゆきまこと、上原りお、美濃あさゆな、爽やかお出かけスタイルでした。ふわふわのイエローフラワーがついていて女の子らしいコーディネートです。今年流行のレース機械と中折れハット、女の子らしくて可愛いリノアちゃんによく似合ってます。山浦真奈、大きなカラフルドットがインパクト抜群の元気カラーのミントをベースにしたシフォンブラウス、そこにシンプルなデザインの中にも両サイドのリボンやバッグのフリルで可愛さアップのデニムキルトを合わせ、ピンクのボーダー麦わら帽をプラスで、この夏注目度間違いなし。フォームラウスの上には文法が違うんです。ピンクのハットはいつもみたいでとっても可愛い。岩田リア、一枚でも主役級に可愛く美味しそうなアイスクリームがたくさんプリントされた涼しげなチュニックと、ドットが透けるエメラルドグリーンのスカートパンツを合わせた爽やか夏のおしゃれに、アクセントでゴールドのポシェットを合わせて女の子らしさアップコーデ、ハッピーサマー。美味しそうなアイスクリームがたくさん書いてあるエメラルドのスカートパンツ食べちゃいたい。堀内ここに、家では2人のお姉ちゃん、歌を聴くこと、歌うことも大好きで、今は KBC のシンガークラスでユニット活動も頑張っているココミちゃん。シンプルなデザインながらニットクラッカーの人気キャラ作りのミニちゃんに、刺繍やワッペンの細やかなポイントが詰まった T シャツ、今注目のチュールにたくさんのフラワーがプリントされ、ゴージャスな仕上がりのスカートを組み合わせたコーディネートで今年の夏はエンジョイ。いろいろなことにチャレンジする頑張り屋のココミちゃん、グリーンのスカートと黄色のカーディガンで爽やかさアップ、よく似合っています。2階ジョリーより佐藤里乃は、山浦真奈、岩田リア、堀内ここみ、可愛らしい夏のコーディネートでした。かっこよさと可愛さを表現した今季イチオシのスタイルです。
トップスとスカートの組み合わせがかっこよくてかわいい。カーキのロールリュックも合わせてお出かけにぴったりですね。一体グリーンバックストピックより菊池凛、鈴木彩音、大井恵梨香、大人っぽい夏のコーディネートでした。どうでしたか前半戦は。キッズなのにもう可愛い服とかかっこいい服とか大人っぽい服とかいろいろありましたね。そうね、実際にみおちゃんもウォーキングしましたけど、どうでしたか実際やってみて。結構緊張しましたではですね、改めて前半5店舗どんなお店が紹介されたのか、じゃあ皆さんにお伝えしていきたいと思いますけどね。はい、大丈夫ですか。はい、はい、はい、まず1階シューラルーゼは女の子向けのお洋服がたくさんあるお店です。キッズも大人服もあり、家族で楽しめるようになっています。2階ライトオーはジーンズをメインとしたカジュアルな服を取り扱っているお店です。1階グローバルワークではシンプルで誰でも気軽に入れるお店です。皆さんもベーシックスタイルにトレンドを合わせておしゃれに仕上げています。2階ジョリーは子供服でミキハウスを中心にいろいろなブランドを取り扱っているセレクトショップで、新生児から160センチまでサイズがあります。1階グリーンパークストピックは落ち着いた雰囲気のあるお店です。大人服がメインですが子供服もありみんなで楽しめるようになっています。はい、ということでですね、合計5店舗をまずは前半で紹介してまいりました。今2人からのコメントもあったように、いずれもですね、子供たちが着ている洋服は実際にお店で販売しているこの夏おすすめのファッションアイテムということなんですね。あのモデルさんたちが着ていた服かわいいな、うちの子にも着せてみたいな、そうですね、お父さんお母さん方、あるいはおじいちゃんおばあちゃん方、ぜひね店内でまたお買い求めいただければと思いますけども、さあこの後はですね、注目の後半戦なんですが、後半もいろんなモデルさん出るんですよね。はい、はい、実際にあやせさんの後半はまた大丈夫。はい、はい、ということでございます。さあ皆さん、今日はですね、イオンモール桜平、そしてダンスクラブ KDC、 FM 桜平、サクケーブルテレビがお届けしております。2016キッズファッションショーでございます。地域で活躍しているダンスクラブ KDC のシアタークラスに属するモデルさんたち33名の子供たちがこの夏の最新ファッションに目を包み、こちらのですねランウェイをこの後も登場、ウォーキングとして登場してまいります。どうぞ皆さん、モデルさんたちに大きな拍手ご声援を引き続きましてよろしくお願いいたします。お願いします。お願いしま